続いて関西テレビ、本気で全国優勝を狙うこの2チームが参戦。関西テレビのトップバッターは全国レベルの実力派、ゆかバトンスクール。曲は M1 グランプリでおなじみファットボーイスリムの Because We Can です。それではどうぞ。うちのメンバーにも M1 出てたやついますからね。ジャルジャル勘違いしないようにお願いしますよ。それでは、はい、ミュージックスタート。ジブリの映画の中で何が一番好きな、うん、ポニョなんや。僕はね、初期の俺まだ何も言うてへんやろ。あ、そうかいな。俺ジブリで一番好きなのは天空の城や。ジブリ全部見たけど天空の城が一番おもろい。おいおい、ラピュタって言えよ。あ、そうかそうかそうか。天空の城って変な言い方してる。あ、そうか。俺でもジブリほんまに好きやね。逆に辛いやろずっとやってんの逆に辛い。早止めてほしかったです。ダンス一番悪いのは振った岡村だが、そんな邪魔など気にしないゆかバトンスクールは全国レベルの名に恥じない華麗なパフォーマンス。そして2組目は全国のコンテストで数々の賞を受賞しているダンススタジオから次世代を担う少女たちが登場。有名チームですよね。有名チーム、うわ、ザエルさんがさ有名チームだっつってるけど嬉しい。先生が振り付けしたチームとかがたくさん撮ってて、先生はいてはんの？あ、あそこに先生の世界観先生のこの色味のやつがこの服に出てるやんな。先生のここのやつ。岡村さん、はい、岡村さんの大ファンで、あ、今日どうしても会いたくて。あ、そうですか。やってこられたんですよ。いやいやいや、入ってきてありません。まっすぐでございます。ちょっとまっすぐ来あったらちょっと怖かったですけども。岡山放送からは、Thank you for watching my video. I will be uploading more baton twirling videos in the future. If you like the video, please leave a comment, press the like button, and subscribe to my channel. I wish to see baton twirling in the Olympic in the future. See you soon.